はい、どうも、吉谷です。今回ですね、番外編として、番外編というか、ドリアカの講義の方も提供していただいてるんですけれども、天才大学生ですね。天才大学生から、LINE が来まして、こんな LINE が報告いただきました。お疲れ様です。そういえば気がついたんですが、今月の12日で吉谷さんと知り合って1年になりましたと。Facebook でメッセージして東京行って初めて会った日のことを昨日のことのように鮮明に覚えています。ネットビジネスを始めてちょうど1年というところで売上を計算してみたところ、フロントやバックを含めて4500万円の売上でした。デザイナーを抱えたこともあり、今後はネットビジネスの塾の立ち上げ、プロモーターとしての立場も追求していきつつ1億を目指していきます。本当に吉田さんと出会えてよかったです。また来月末には裏感が来るので、来月以降何かやれたら嬉しいです。今後ともよろしくお願いします。ということで、4500万1年で売り上げ作れたという結果報告いただきました。一応ですね、ドリアカの方にもですね、彼の、教材っていうのが入ってまして、こんな感じでね、なぜ3300万できたのかっていうところで、入ってます。入ってます。ちょっとスクロールはしないですけれども、で、これがですね、そうだ。ですね、ここの、彼のが、この弱者のリストどりノウハウってやつですね。弓矢に、このトップページのこの弱者のリストどりノウハウってやつを入れてくれました。ですね。弱者のリストどり。彼の講義も入っております。で、ここでですね、まだも万が一見てない方は別に見ていただいてください。で、ここのあれですね、その昨日のことのように覚えてますっていうことで、一応ここにもね、さらっと僕書いたんですけど、ここですね、鮮明に覚えてるっていうことで、僕の本を買ってくれて、で、僕の本を買ってくれたことがきっかけで僕に Facebook でメッセージ来たんですよ。で、そのメッセージっていうのはどういうメッセージかっていうと、これ本当にこれですね。2017年4月、2日ですね。朝5時ぐらいですね。はじめまして、吉永さんと。Facebook を作ってからまだ日が浅く、アイコンもない状態で連絡してしまい申し訳ありませんと。先日、吉永さんの著者である情報商材完全バイブルを拝見させていただきました。僕自身ブログを始めたこともあり、情報商材を売ろうとする際の一般的なセオリーが外れてしまいましたが、あの本はまさに情報商材のロジックを0から100まで教えてくれるバイブルであり、一度読み終えた今でも何度も振り返って読んでいます。本当にありがとうございます。今僕自身ブックメーカーという媒体でコンサルコミュニティを持っており、まだ30人ほど小さいコミュニティでありますが、僕自身が運用して利益を出し続けていること、無料で電話コンサルを徹底的に行うことをモットーに、徐々に規模を拡大を考えています。そのタイミングで吉谷さんの本に読んでいたものですが、僕はアフリエイトも DRM も何も知らない状態で運用していたので、完全に目から鱗の状態でした。そこでもっと業界について学ぶ必要性がある。マーケティング、アフリエイトを知らなくてはいけないということがたくさんあると感じました。そしてできれば吉谷さんから学びたい、そう感じています。大変恐縮ですが、もしよろしければ、一度お会いしてお話しさせていただければ本当に嬉しいです。もちろんお金は支払いますし、今後もコミュニティを大きくしながらフィーをお知らせしていただきたいです。いきなり申し訳ありませんが、ぜひよろしくお願いします。一応現在、ブログと YouTube に関してリンクを長文になってすみません、失礼しますと。こんなメールが Facebook で来たんですね。で、はっきり言うんですけど、僕、本買っていただいた方、僕何万部っていうのは本は売れてないんですけど、何千人の方には買っていただいております。で、何千人の方に購入していただいてる、多分2000人か3000人か4000人か、ちょっと分かんないんですけど、何千人かは買っていただいてるんですけど、たった一人ですね、たった一人、これだけ丁寧なメールの文章と、あと、そのお金も払うんで、ぜひ合わせてくださいっていう、この覚悟ではないですけども、何千人中の一人ですね。だから彼が要は、1年で4500万なんですよね、彼が今回、結果報告いただいたんですけど。でも、この4500万上げられた理由は、
何千人いてたった一人しかこのメールこういうねメッセージを送ってくる人はここまで丁寧にしかもお金も払うんでぜひ会ってくださいっていうのは僕ないですね。この子だけですね。何千冊売れてる中、まあ結論彼のこの行動この、ベースですよね。この行動が全てなんか、結果を出したのかなと思いますね。だから彼に教えたことってこれもはっきり言うんですけども、もちろんコンサルで、彼のそのビジネス、ブックメーカーのコミュニティを運営する上での、じゃあこういうふうにやった方がいいよっていう個別でアドバイス、コンサルですからしたんですけれども、基本的にドリームアカデミアで教えてることを教えてるんですよ。ドリームアカデミアで教えてることを彼にカスタマイズして教えてるだけであって、ここでそのドリームアカデミアでいろいろなこのやり方、この103、ここから僕の講義、ここはまあいろんなノウハウ入ってますけど、ここからが僕のメインの講義です。30万稼ぐステップ、30万稼ぐステップ、この100万稼ぐための準備、このセールス手法とか、コンテンツ作成とか、まあ、ここにまあいっぱいこうありますけれども、あとフロント商品の作り方とか、バックエンド商品の作り方とか、まあ、会員制ビジネスのやり方とか、まあ、いろいろここでなんかいろいろと、まあ、僕の講義がいっぱいあるわけなんですけど、ここで教えてる内容を、彼にカスタマイズして教えただけであって、だからなんかその最近その大学生、天才大学生すごいですねみたいなことを言うんですけども、言ってくれる意見があるんですけども、確かにすごいです。ただドリームアカデミアでも彼に教えたことを教えてますね。じゃあなんで他の人と違う結果を出たのかっていうと、僕はこれだと思います。最初がだって何千人中たった一人ですよ。何千人中たった一人これだけの丁寧な文章と、あとはお金も払うんでぜひ会ってくれませんかというような、大体その無料で教えてくれませんかとか、お金払いたくないんですとか、まあ大体そんな感じじゃないですか。いやもうそんなお金取るのとか。自分の自己成長のためにもっと作りたいから、ぜひお金払ってでもいいんで本当に教えてくださいみたいな。であとは、まあ、僕の本の価値を感じてくれたっていうところですよね。大体僕の多分ね1000人か2000人3000人買ったとしても、大体僕の本買っても埃かぶって本棚にあるか、あとは転売してるかどっちかなんで、ほとんどもうやってないですよね。まあまあこの動画でまあ何が伝えたいかっていうと、まあ結果報告の動画ですけれども、彼が4500万の売り上げを作れた方法、全てドリームアカデミーに入ってるっていうことを言いたくて、プラスそのドリアカ生の方は本当にここを真剣に勉強していただいてやっていただければ、同じような結果を出すことは可能です。可能です。同じような結果を出すことは。ここで真剣に学べば。で、あとは分かんないことがあったら質問、ね、さっきも今日も毎日どうでしょうのライブやりましたけど、まあ毎日ライブやってますけれども、質問も毎日受け付けてるし、ここのお問い合わせフォーム、お問い合わせフォーム、ここのお問い合わせフォームが、ここのお問い合わせについてという項目ありますよね。まあ、LINE アットでもいいですし、このお問い合わせフォームでもいいですし、ライブでもいいですし、まあ、Gmail に来ても、まあ、かい、あの、メール来ても返してますけども。だやり方と、な結論、ノウハウとかやり方とかは、別になんかどうでもいいって言ったら語弊がありますけど、別にドリームアカデミアで教えてるので、まあ結局なんだろうな、まあほんとここですね。これができる、これを送ってくる人がやっぱ、まあ、ここのベース考え方というか、その、まあ、ここが本当大事なんじゃないかなと僕は思いますね。で、やっぱね、まあ、もちろんね、結果が出てるんで報告もあるんですけども、やっぱ、まあ、正直、まあ、彼はね、僕のコンサル入って、じゃあコンサル入って、僕がコンサルで彼に教えてることって、彼がちょっと
足詰まった時とかちょっと分かんないとか悩みの時にちょっとアドバイスしてるんですね。で今僕鹿児島にいてますし、まあ、LINE でこうやり取りするとか、まあ、会える時は会ってね、ご飯ご馳走してこうやったりとかしますけども、 LINE でこうやり取りとかして、なんかね、100万、当時はこれ100万いただいたんですけど、彼から100万もらってもアドバイスしたことって、じゃあ1年に4500万売り上げ作ったけど、毎日じゃあ、相談乗ってたのかっていうわけではなくて、本当にちょっとなんですよ。で、僕があと彼がコンサルに入って印象的だったのが、やっぱね、吉谷さんとセミナーちょっとやり方教えてくれませんかっていう、これもね、ちょっと、あんまないんですよ。みんなセミナーやりたくないじゃないですか。ね、僕やればいいなと思うんですけど、彼顔出し、インターネット上ではブログを中心にやってるので、基本顔出しはしてないですね。まあ最近は仮面をかぶってやってるんですけども、だけど彼は自分の成長のために、売り上げを上げるためにセミナーで売った方が、売り上げが上がるな、じゃあセミナーやろうっていうことで、もう全部前向きなんですよね。売り上げを上げるためにこう、なんかそのやらないという選択というか、売り上げを上げるために、最善の方法を常にこうやっていくっていう。ほとんどの人って、だって普通に考えても分かるじゃないですか。対面セールスの方が絶対成約率高いに決まってるわけじゃないですか。分かりますよね。これ多分普通の大人が普通に考えても分かると思うんですよ。対面セールスの方が絶対、メールで売るのか対面セールスなのか、どっちの方が成約率上がるのかって、対面セールスの方がいいに決まってるじゃないですか。メールだけで売るとか、ブログだけで売るとか、30万の商品ブログだけで売るとか、結構ね、ライティング力めちゃめちゃすごくないときついですよ。って話で。だから彼はですね、もう本当に売り上げを上げるために意欲的に、なんか、そのできないことではなくて、どんどんやってみようみたいな、チャレンジしてるっていうところがすごく見受けられて、で、そうそう。で、彼がその、じゃあ、セミナーやってみたいんですっていう、ご相談もらったんで、じゃあ一緒にセミナーやろうっつって、一緒にセミナーの、僕が集客全部、セールスレターとか集客全部して手伝って、で、セミナーを開催したんですけど、彼と一緒にですね。で、その後ですね、この後もまた彼すごいんですけど、セミナー終わった後ですね、改善、自分なりに改善して、ノートに全部まとめて改善して、でもう一回やって、でもう一回やって、また改善して、でもう一回やって、また改善して、ようやく自分のテンプレートみたいなのができて、もうこれ売れるぞみたいになって、まあ売り上げバーンって上げてってるんですけど、なんかまあ考え方というかね、まあ、今度僕東京行くんで彼とも会うと思うんですけど、また音声対談とかね、取ろうとは思いますけど、やっぱベースというか考え方のベースがないと、どんなにもうドリームアカデミアでね、4500万稼げる、もうなんだテクニックノウハウ入ってますからね。これ100万稼ぐとかの入ってますけど、別に単価何人に売るのか、単価何人に単価どれぐらいにするのかっていうだけの話で、別にこれもうこれをこう集客人数上げて、あと単価上げるとかすれば、1000万でも2000万でもいくんで。だからここのベースですよね。まあ、ドリームアカデミーは100万円に設定してる理由っていうのは、お客さんがもう100万稼ぎたいですっていう人が多いんで、100万に設定しましたけど、一応。まあ一応ね、ここの、まだ、ここら辺はね、もう僕ね、追加しても多分やんないと思うんですよ。できないと思うんで。だって、広告費で、例えば、まあ一応無料でやる方法も教えますけども、短期間で1億を狙っていくんだったら、短期間ですよ。1ヶ月、2ヶ月で1億狙っていくんだったら、広告費かけないと絶対無理なんで、じゃあ広告費、いくら出せますかって話で、1000万とか広告費出せますかっていう話になってくるんですよね。じゃあそれって非現実的なんで、まあ一応載せますよ。一応載せますけれども、多分載せたところでみんなできないんで、だからここら辺ね、載せたとしてもやんないし、だからまずここをやってもらって、ここを膨らましてもらえばいいんじゃないかなと思います。一応ね、僕がやってきた、僕が10億ぐらい売り上げを作ってきた全てを入れるって言ってるんで、ここら辺も全部入れますけども、ここら辺は多分ですね、入れたとしてもやれる人が少ないんじゃないかなと思います。でも入れます。でも入れます。
だからこのプロダクトローンチも多分できないですよね、初心者ね。まあ本当上級でも難しいですから。でもできなくても入れますよ、やればそう稼げるんで。でもやってるんですよ、稼いでる人たちは。稼いでる人たちはやってますからね。で、まあ、ドリアカにこの講義を提供する、入れる時はできるだけその再現性があるような話し方と、話し方というか提案の仕方ですよね。こういうやり方もあるよと。でも実際は僕はこうやってきたけど、実際僕はこうやってきたけど、多分できないと思うんで、こういうやり方もあるよっていうご提案の仕方で講義の方は作ります。だから僕がやってきたことをそのままお伝えするのと、でもこれは多分普通、多分できないと思うんで、こういうやり方もありますみたいなご提案の仕方で、これは、講義の方を作ります。まあこれは今年中に作りますんで。なんでまあこの動画見られてる方、塾生さんの中でそのドリアカにもうノウハウ4500万を稼ぐノウハウはもう絶対入ってるんで、なぜなら彼に教えたこと全部ドリアカに入ってますんで、ノウハウとかじゃないんですよ、本当に。考え方っていうか、もう前のめりというか、もう自分の売り上げを上げるために貪欲になってほしいし、もう本当はやってほしいってことですね。そう、なんか恥ずかしいとか失敗したらとかどうでもよくて、死ぬわけじゃ、命取られるわけじゃないんで。命取られます。セミナーで失敗しました、命取られますか？取られないですよね。って話なんですよね。だ本気でなんかその、まあ、4500万クラス稼げるようになったら人生大きく変わると思うんですよね。1ヶ月、なんか1年で30万20万稼ぎましただったら人生全然変わらないと思いますけど、4500万ぐらい稼げたらもう人生ある程度変わると思うんですよ、自分の力で4500万。で、普通のサラリーマンで働いてたら自分の力で4500万はかなり難しいと思いますし。でも彼は大学生24歳でそれを、まあ、達成したんですよね。じゃあどうやって達成したのか、何をやったのか、それはドリアカに全部入ってるので、塾生さんの皆さんはですね、ぜひですね、ドリアカを本当に舐めるように、見て勉強して、で実際に実践していただいて、で分かんないことがあったら必ずお問い合わせしてください。わかんないこととかつまずいたことがあれば、もう毎日ライブやってるし、お問い合わせフォームもあるんで、ここから、お問い合わせください。はい、ではですね、今回かなりパンチのある結果報告いただきました。でまたね、音声とかも別で多分、撮ると思いますんで、またそれが撮ったら YouTube にアップしようと思います。はい、では、これで結果報告の動画を終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。